定時になりましたので、ただいまより清泉女学院大学2027年度農学部開設構想の清泉女学院大学と千曲市の共同記者発表会を開催いたします。で、この共同記者会見にご出席していただいている方をご紹介いたします。まず千曲市からは、小川修一市長様、はい、よろしくお願いいたします。栗原力企画政策部長様、よろしくお願いします。清泉女学院大学からは田村俊介学長、よろしくお願いいたします。木村義明事務局次長兼経営企画室長、よろしくお願いします。でございます。なお司会進行は事務局長の小池が務めさせていただきます。よろしくお願いいたします。それでは最初に清泉女学院大学田村俊介学長よりご挨拶がございます。学長、皆さんこんにちは。本日はお集まりいただきありがとうございます。私、清泉女学院大学短期大学の学長の、田村俊介と申します。どうぞよろしくお願いいたします。まず、千曲市との、千曲市と私たち、清泉女学院との関係なんですけれども、千曲市に、清泉の農学部という構想は、昨年から可能性を探るという形で少しずつ進めてまいりました。そしてそんな中で、3月ですけれども、信濃新聞、信濃毎日新聞社でこの構想の、一部が、取材され、報道していただきました。それでその時点においては、私たちも不確定要素がかなりあったもので、私たちから積極的に、正式に発表するということは差し控えておりました。それをご理解をお願いいたします。そして、2週間前ちょうど、2週間になります。6月の26日です。文部科学省より、学部再編等による特定成長分野への転換、等に関わる支援に対する本学の申請がグリーンの分野で採択されました。本学がグリーン、つまり地球の生命や環境といえる分野で新たに農学部としての学部を新設するという計画が助成の対象になったわけです。今後、千曲市との協議を重ねて、キャンパス建設等のハードの側面、そして本学と、千曲地域の小中高校との、教育連携といったソフトの側面で協力を具体化していこうと思っております。農学部は2027年、これからもう3年の後の計画ですけれども、来年度2025年度また清泉は新しい計画がございます。これはもうすでに発表していますので、細かくは申し上げませんけれども、新たに清泉大学という名前になります。そして全学が男女共学となります。これまで人間学部と看護学部プラス、短期大学だったんですけれども、これからは次年度からは、人間学部と看護学部に人文社会科学部、情報コミュニケーション学科と文化芸術学科が新たに加わり、短期大学は短期大学部子ども学科となります。大学は全部で4つの学部の構成となります。これが来年度からの、動きです。そして私たちはちょっと歴史を振り返ってみますと、私たちはこの長野の地で戦後1946年ですけれども、中学、高校、そして短大、大学と、1946年より約80年ですが、80年に及ぶ期間教育活動に携わってまいりました。そして徐々に清泉といういわゆる一般名称ですね、
清泉女学院とか、清泉女学院中学高校とか大学とかは普通あまり言わずに清泉というふうに呼ばれる、まあ、そのような形で親しんでいただけるようになってまいりました。今後千曲市における新しい清泉の教育の場の広がりが長野の皆様とのさらなるつながりを深める四つ葉となっていくこと、それを望んでおります。清泉の見学の精神はこの建物でもわかると思うんですけれども、キリスト教です。キリスト教の根幹は人間の一人一人を限りなく慈しみ、慈しまれた一人一人が自分が寄って立つ場所から他者と世界全体を慈しむことができるようになるということを目指すのです。慈しみというふうに言っても分かりにくいと思いますけれども、基本的には大切にするということです。他者を大切にする、自分を大切にする、一言で非常に簡単なんですけれども、キリスト教のある意味では根幹はここにあると私は思っております。万葉集に一つの歌があります。信濃なる千曲の川のさざれしむ、君し踏み手は玉と広わむ、という歌です。ここの中でさざれしとはさざれ石のことのようです。さざれしというのは小石のことですよね。そしてこの小さな石もその石を踏んだ人への慈しみの眼差しによって玉と変わるという意味だそうです。ここでこの小石を今日私たちが直面する環境や食に関する危機と例えたとき、聖戦において他者とこの世界を慈しむことを学び、その危機を受け止め乗り越えることができるならば、その危機は玉、つまり大きなチャンスに生まれ変わると読むこともできるのではないでしょうか。聖戦の教育が伝えようとしている慈しみの眼差しによって千曲の川のほとりというこの地域で育まれる若者たちがその川の小石を玉と変える、つまりその地域の新しい将来を作るだけではなく世界が直面する危機をチャンスに変えていく未来を夢見たいと私は思っております。このような思いとともに現在私たちは農学部構想を少しずつ少しずつですけれども進めております。進学部開学に向けてこれからいくつものハードルがあります。これを一つ一つ超えていかなければいけません。皆様には今後とも引き続き見守り応援し続けていただけますように心よりお願い申し上げます。どうもありがとうございます。浜田俊介学長ありがとうございました。続きまして千曲市長小川修一様よりご挨拶がございます。小川修一様よろしくお願いいたします。改めまして皆様こんにちは。ただいまご紹介いただきました千曲市長の小川修一でございます。本日はこの歴史ある清泉女学院大学様の新規の事業の採択を受け千曲市に農学部の新設を構想されているということで今日は共同の記者会見をさせていただきました。この日が無事に来たことを大変嬉しく思っております。これまでも当時におきましては清泉女学院大学様とパートナーシップ協定を結びましてさまざまな連携をしてきたところでありまして昨年の秋にですね今回のお話をいただいて大変願ってもないチャンスだということで積極的に支援をしていこうということでこれまで進めてきておりました。本市の総合計画がございますけれどもそこで掲げている将来の姿キャッチフレーズも含めて人を照らす、人を育む、人がつながる月の都、文化伝承創造都市千曲というふうに掲げております。人にテーマを絞った将来像として市の各種施策を進めてきているわけでありますが
こうした中で高等教育機関の誘致ということも以前から目指していたところであります。市内にこれまで高等教育機関が一校もなかったということで、当市におきましても長年の悲願であったということで、今回のお話がこうしてまとまったということで、よりですね、市民の皆様も歓迎ムードで、本当にこれは良かったなというお声をいただいているところであります。大学というのはですね、私が改めて申し上げるまでもありませんけれども、人が集まって、そして地が集まる拠点ということになります。こうした人と地の拠点がですね、農業はもちろんなんですが、その他の産業の活性化にもつながりますし、また地域における障害学習の機会の提供ですとか、先ほど学長様からお話がありました子どもたち小中高の子どもたちとの連携ですとか、さまざまな波及効果を生み出す大変に、いい話をいただいたというふうに思っています。大学を中心にですね、まさにまちづくりの根幹として市としても積極的に支援をしていきたいというふうに考えております。まずはですね、無事2027年の予定されている改革に合わせて、これから具体的な協議をしていく中で、手を携えながら共にですね、生鮮女学院様とこの千曲市がさらにこの地域の活性化に取り組んでいきたいと、そして千曲市のみならず長野県全体のですね、活性化につながるような、そうした取り組みを積極的に進めていきたいというふうに考えております。共に作っていく競争ということで、良きパートナーとしてこれからもウィンウィンの関係で進めてまいりたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。小川俊一市長様、ありがとうございました。続きまして、木村義明清泉女学院大学事務局次長兼経営企画室長より、清泉女学院大学2027年度農学部開設構想について、説明を申し上げます。はい、木村次長ありがとうございました。はい、それでは準備が整ったようなので、ご質問のある方は挙手をお願いいたします。テレビ新州の木下と申します。今日はよろしくお願いいたします。改めて学長と市長にこの農学部が設置されることに対する、期待感、意気込みだったりをまず一言ずついただきたいのと、農学部いろんな課題に向き合って設立されたという思いが伝わったんですが、学生たちの農業に対する学びたいというニーズはどのくらいあるのかというのを、どのくらい調べていらっしゃるのか、もし分かる範囲でちょっとお答えしていただけたらなと思います。はい、それでは1点だけお答えします。私この農学部コースに関して、今私どもはカトリックの学校なんですけれども、カトリックの日本の大学の中で農学部は一つもありません。そしてにもかかわらずこの農学部にものすごく期待していると、どこにその原因、その理由があるかというと、私どもカソリックのトップは教皇フランシスコなんですね。で、教皇フランシスコが会食というものを、やつぎ場に出してます。今のところ、ラウダトシーとか、あとは教団の皆さんの絵とかって出しているんですけれども、その中で、書かれていることの根幹は何かというと、今私たちは自分たちの、姉妹兄弟であるこの地球ですよね、を壊しているってですね。そして、そのことによって自分たちも壊している、何とかしなければいけないというふうなことを繰り返し繰り返し訴えています。私たちはカトリックの大学として、そのことに関して対して答えるやっぱり使命があると思っております。今木村の方から非常に具体的に農学部構想の話をいたしましたけれども、その根底にあるものはそのような使命感があることは確かです。はい、ありがとうございます。冒頭の挨拶でも申し上げたんですが、当初としましてはかねてから高等教育機関、特に大学の誘致をいつか実現したいなという思いがありました。そうした中で清泉様からですね、
打診をいただいたときに農学部というお話がありまして、最初私もあれ農学部ですかというイメージでまさに驚きを感じたんですけれども、いろいろ先ほどのご説明の中にもありましたように、かなり農業だけでなく農学部といっても広い範囲の学びの取り組みをされるということもお伺いしまして、ちょうどですね、千曲市の今抱えている課題さまざまありますけれども、そうした地域課題の解決にもつながるようなそういう学びが展開されるのではないかというふうに思っておりまして、その意味では大いに期待しております。また初めにお話をいただいた際に、当然他の自治体との候補地いくつかあるという中でですね、私が生前様にですね PR したのが、千曲市は当然農業ももちろんなんですが、その先の加工とか、販売、そういったすべて、1時、2時、3時の産業がですねバランスよく発展している町であると、そういったこともですね、PR させていただいて、また市の強みである高速交通網のですね、結節点、交通の要衝だということも PR させていただく中で、この地域の活性化だけでなく長野県全体の人材育成につながる、活性化につながるということで大いに期待をしているということであります。はい、それでは3番目のご質問で、学生のニーズがどれぐらいあると見込むのかという点なんですけれども、これも本当のところはですね、学生確保の見通しという書類を文科省に出さなくてはいけませんで、その時のニーズ調査をやらないと本当のところは分からないですが、私としてはある意味こう なんて言いましょうか、今の中学生高校生の方がこれをやりたい、例えば音楽家になりたいと言ったら音楽学部、医者になりたいといったら医学部、そういう明確な目標を持っている方というのは、そうなんだと思うんですけど、それ以外の方ってやっぱり高校に入ったぐらいからですね、何やろうかなというふうにきっと思われると思うんですね。その時に東京に行こうと思われる方は別かもしれませんが、長野でってなった時には長野にある大学が限られるし学部も限られるわけですね。そうすると発想はそれ以上いかないんじゃないかということをまず思いました。したがって需要創造型とは申しませんが、やっぱり私どもが思っても皆さん見ないと思うんですよね。思っても見なかったですよね先生が農学部作るなんてっていう、その驚きを与えることによって今の小中高生に対してですね、そういう選択肢もあるのか。で、別に農学部って言ってもですね、一年中田んぼに入ってるわけじゃないわけですね、当然ながら。で、私どももあまり言いませんでしたけど、実はかなりこれにあたっては勉強しました。いろんな展示会行ったりセミナー行ったり、他の大学もいくつも回りました。で、実際学生の様子も見ました。それでですね、農学部の学生ってやっぱ違うんですね。何が違うかって、グループワークってあるじゃないですか。で、グループワークって普通の学部学科ですとテーブルの上で模造紙広げてポストイット広げて、ああだこうだやるわけですね。話さない子もいますよね、その中には。で、無理くり時間になったんでまとめて発表みたいな感じです。で、農学部って他の大学見てると全部がグループワークなんです。で、どの大学行ってもどのキャンパス行っても男子学生女子学生が本当に和気あいあいっていうか仲良くですね、その表情がすごくいい、もう明るいし生き生きしてるし、でじゃあなんで都会の人なんか家庭菜園とかね、農園お金出して借りてまで土いじろうするかってことですよ。なぜでしょうって話ですよね。で、今これアメリカの方でもなんか実際論文があって、なんか土の中にいる微生物の成分が人間をどうとかっていう本当に論文もあるらしいんですけど、それはさておき、やっぱりなんかやっぱりそういうこう土をいじったり、その植物というか農作物を育てたり、その収穫したりっていうことに対して多分人間って理屈じゃない喜びをきっと感じるんじゃないかなと。だから我々としてはですね、この発表するまで皆さんまさかうちが先生が農学部やると思ってませんから、多分全然そんなこと思ってないと思うんですよ。だけどもこれからですね、千曲市の中学校などにもですね、いろいろ出前授業などもさせていただきながら、早くから今日本の課題としてやっぱり食料自給率の先進国史圧倒的な低さとか、食料危機とか安全保障とかっていうこともありますから、そういったことも含めて PR することで十分その関心を高めてもらえるんじゃないかと
というふうに思っています。それは私たちのこれからの努力次第かなと考えております。ありがとうございます。じゃあ、はい、ありがとうございます、はい、他にあ、今 の、 質問をお聞きして本当に思ったことなんですけれども、通常職業っていうふうなものは大体もう大体決まっていて、もうどの職業を就くかっていうのはもうあらかじめ決まっている、子どもたちには決まっているんですけれども、そうではない農業は多分違う、そのようなアプローチでいったら農業ってこれからどん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 衰退していくと私は思っています。だからこれ農業って本当にいいもんなんだ、楽しいもんなんだ、そしてもう一つはやはりこれで暮らしていけるもんなんだということなんですね。だからある意味では農業の新しい形を作っていかない限り農学部はなかなかうまくいかないんじゃないかと思うんです。だから今現在例えば農学部に行きますかっていうふうに高校生に尋ねた場合どんな数値が出てくるかっていうふうなことは分かりません。それで、私の想像ではそれ低いかな。でもそれをどうやって作っていくかっていうのはこれから農学部を作っていくときにどうしても私たちがやらなきゃいけないこと、もうそれをすることによって聖戦の農学部になっていくと思うんですね。私は農学部の農業の専門家ではないので生意気なことは言えませんけれども、でもそれがない限り農学部やってはいけないんじゃないかなというふうに思っております。ありがとうございます。品川毎日新聞の土屋と申します。具体的な工事について教えていただきたい、ね、あと国民が増える分減るっていうことがあるんですか。ご質問ありがとうございます。場所に関しましては、現在旧公職庁舎 の、 跡地ということを第一候補に私どもとしては考えております。でこれについては今後筑摩屋さんの方と具体的なお話を、詰めていく、いずれにしてもですね、とにかく採択されないことには始まらないということは私どもの方からも申し上げておりましたので、これからそのお話を、詰めていくということでございます。ちなみにですね、なんで公職庁舎かということで言いますと、これは筑摩市さんのホームページ、昨年の秋にですね、市の、資産といいますか一覧が載っているページがございまして、そこで、敷地の平米数などからこう見たりいろんなことを見たときにどうもここが良さそうなんじゃないかと。先ほど私のプレゼンでいくつかの条件って出しましたけれども、非常にそれにもその合致していると。八代駅からのアクセスもすごくいいですし、車でもそうなんですけども、そういったこともございまして、できたらそこを第一候補にしたいなというようなことで、考えました。それから2番目の質問として定員のお話です。確かに今回 の、 この助成事業というのは、いわゆる理系学部への転換ということで、既存学部からある程度その定員をですね少し整理して、でその分を農学部にも当てなさいということなんですが、結論から言うとうちの場合ですね、農学部80人で出した時には大学全体では収容定員増になると思います。つまり他から80名減らして80名増やすというようなところまではいかない。ただじゃあどのくらいどういうふうにその定員を適正規模にしていくのかということは、これはおそらくですね、25年度に入ってから25年度の入学者の状況ですとか、25年度始まった時の、オープンキャンパスですとか、それからいろいろな私学事業団というところから学部系統別のデータみたいなのが結構発表されますので、そういったものをにらみながら、どういうその、既存学部の定員をどこに置いておくのが一番いいのかなと、でその分をどういうふうに振り分けるのかなというふうに考えていきたいと思います。ここにいる皆さんご存知だと思いますが、いわゆる国の就学支援制度というのがありまして、あれを意識しますとやっぱり就業定員8割ということが今後は非常にそれをキープしていかなきゃいけません。ですのでそれを睨んだときに、これまでは定員が多いままほっといて、入学者数が減ってもって感じで、他の大学もそうだったと思うんですが、ここに来て定員削減って届け出でできるんですね、文科省の手続き上。ですのでここに来てやっぱりその就学、支援制度を意識した感じで定員変更をなする大学は増えていると思います。本学に関してもですから適正規模を、これから勘案していく。でちなみにですが、大学の定員って100人定員だったら100人からオーバーしちゃダメだって、
そんなことはないんですね。補助金率が変わるんで一定のところまで、限度はありますけども、あの 1.2 いくつとかではですね、まあ、十分取れますので、そういったことも含めまして、あのこれから検討してまいりたいと思います。よろしいでしょうか。長野県民新聞の加藤と申します。あの一般的に農学部というのは広大な敷地で実習が中心というようなイメージを持ちます。で今回のこの構想だと、まあ、今のところはこの旧庁舎の跡地で、どっちかというとそのでこの養成する人材像も、システム構築もできる人材とか、そういう形でその実習的な面っていうのがすごく薄いような気がするんですよ。今後そのだからそういう一般的な 農業大学の実習というのはどうなんでしょうか。実習またはあの研究ですね。はい、私の方からお答えします。あの大学設置基準というのがございまして、農学部を作るときには必ず農場を設けなさいという決まりがございます。したがってあの公職庁舎跡地はあくまでも建物の建設予定地ということを考えておりまして、農場は、まあ、これも筑波市さんとこれからの話し合いになりますが、農場はあの他の場所にあの求めるつもりです。それからあのおそらく温室設備ですね、温室についても、まあ、どこかにあの、まあ、設けると、まあ、ただあの温室に関してもですね、これはいわゆる温室の管理とかあの光とかいろんな調整を完璧にやってっていう大学さんもあるんですけど、うちがそこまでやるかってことは、まあ、ちょっとクエスチョンかなと思います。で、農学としてのですね、あの認可を受けるためには、今ご質問いただいたような、まあ、農業についての最低のところは、農学に関しての最低のところはカリキュラムなり、実習として入れ込まないと、農学部として認められませんので、それはベースとしてどっちのコースでもやります。ただそこから先がですね、例えば農業科学で言うならば発酵醸造になりますので、これはどちらかというと地面というよりも建物の中の実験室の方の、機器設備を使った、実験の方に、まあ、移ってくるということですし、地域創生の方はむしろ本当に地域に飛び出していって、いわゆるプロジェクトベースラーニングと言われるようにですね、地域の産業界、いろんな企業様のところに、ある意味実習ですね、そこであの実態を学ぶ、現実がどうなっているのかということを学んでくる、まあ、こういうようなあの学びの、体系になろうかと思います。ですので、ベースの部分では例えば 1,2 年生の科目で言いますと、共通教育もそうなんですけども、いわゆる基礎科目と言われるものに関しては、今おっしゃられたような農業部分というのは必ずやります。ですから庁舎以外に、はい、まあ、敷地を取って農業実習ができるようなことを探すということですね。了解しました。すみません、はい、読売新聞の山崎と申します。小川市長に改めて、はい、まあ、この誘致を受け入れるということの筑波市にとっての具体的なその今後の展望といいますか、どういったものが思い描いていらっしゃるのか、どういったものが連携取れればいいなという部分があるのかを改めてお伺いできればと思います。はい、冒頭の挨拶でも少し触れさせていただいたんですが、これは市の市長という立場の考えですので、そのやはりですね、今若年人口の定着ということが大きな課題となっておりまして、これは筑波市に限ったことではなくて地方全般だと思うんですが、まずはそうした課題解決に資するものではないかということが一つ大いに期待しているところであります。そして筑波市で学んでいただいた学生さんがですね、まあ、愛着を持って筑波市に定住してくれればそれは一番理想的な形なんですが、そうではなくてもですね、その大学で学んでいる期間、筑波市で学んでいただいて、そして長野県全体のですね、地域を見てもらったりとか、さまざまな、すみません、県外の方を今想定して言ってますけども、県内の学生にとってもですね、地元のことをですね、しっかりまた足元を見つめ直して、この長野県の良さを実感していただきたいということがあるのと、あとですね、連携の形としては、
まあ、大学の方の公開講座とかそういうものもおそらくあるでしょうし、学生さんが先ほどの大学側の説明のようにですね、地域に飛び出して地元の方々といろいろとフィールドワークをされていくということでもありますので、そういったの市民の方との共にこの地域を良くしていこうという思いの中で町が発展していくということを期待しています。また子どもたち その小さい時からの農と食に関しての意識をですね、醸成していくというような取り組みも考えておりますし、その点も期待をしているところであります。今の時点で どういった個別具体的なことができるかということは、今なかなか私も大学が開学してからでないと具体的な話はできないんですが、まあ、ざっくり言うとそんなようなことをイメージしております。すいません、1点だけ補足させてください。今ですね、実はこのお話を、まあ、採択されたことによって、採択される前から一つ千曲市の教育委員会さんの方とお話をさせていただいたことがございまして、千曲市内4つの中学校があると思います。その中に総合的な学びの学習の時間ですか、中学校ってあると思うんですけど、その時間にですね、私ども大学 の教職員が出向きまして、それぞれいろんなテーマで中学生の方にですね、新たな気づきとか発見とかにつながるような授業をやっていこうというようなことを今具体的な、まあ、ちょっと内容も含めてですね、提示をさせていただいております。まあ、それが果たして今年 の秋ぐらいからできるのか来年度になるかが分かりませんけれども、まあ、具体的には今そういうこともまず第一歩としてですね、話を進めております。と、着工前にしてもそういった地域との連携はもうすでに始まりつつあるというか、開始できるような状態にしていく。はい、そうです、おっしゃる通り。それでこれまでもパートナーシップで連携をしておりますので、そのあたりはスムーズに入っていけるというふうに思っております。ケーブルネット千曲の坂口と申します。先ほどのちょっと確認なんですけれども、本質ですとか農地の関係なんですけれども、それも千曲市の中で探していくというようなことでよろしいでしょうか。それかあと魅力ある投資人とかですね、そういったものの確保をされていくのか聞かせていただければと思います。はい、おっしゃる通りです。建物が、まあ、この後のお話題ですけれども、公職庁舎跡地ということで、もし話が進んでまいるようであれば、当然ながら農場もですね、その近くに求めたいと思いますし、農機具倉庫とかですね、そういったものもそこ、あるいは、まあ温室とか、それも当然ながら千曲市内で、設置することを私どもとしては考えてございます。はい、今木村さんおっしゃった通りで、市内で基本的に探すということで考えておりまして、そういう点でも市の方が積極的にですね、連携して支援をしていきたいというふうに考えております。講師の学校、先生方の、ごめんなさい、失礼いたしました。はい、ですね、大変鋭いご質問かなと思うんですが、私ども全然そっちの分野は今先生農学に関してはいらっしゃらないんです。ただ、さっき説明しましたように、マーケティングとか公共政策とかツーリズムとかっていう先生は実は学内にもうすでにいらっしゃるんですね。ですので、今文科省も設置基準が変わりまして、基幹教員制度っていうようなものができました。したがって当然お持ちいただけるコマ数限度はあると思うんですけど、まあ、今いらっしゃる先生方にも農学部にも関わっていただきながら、ただやっぱり農学ど真ん中のですね、ご専門のところっていうのは新たにいい先生を、まあ全国からこう求めたいなと思っております。で、まあ、これも実は、まあ、いろいろなルートを通じて今も全くゼロではなくて、いろんな方にお会いして、いろんな方 のご紹介などをいただいておりまして、ただとにもかくにも
助成金の採択が出ないとできるかどうかも分からないうちにお話を差し上げるわけにいかないので、今それを一旦止めている状態で、おそらく来週以降ですね、順次アプローチをさせていただいて、本学が考える農学部、その魅力を訴えて、ぜひ長野に、行って、一肌脱ごうという先生に来ていただきたいなと思っています。はい、ありがとうございました。他はよろしいですか。ここでですね、一旦本日の清泉女学院大学2027年度農学部開設構想の清泉女学院大学と千曲市の共同記者会見、ここで終了させていただきたいと思います。一旦ここで終了させていただきます。今後も変わらぬご支援の方よろしくお願いいたします。どうもありがとうございました。本日はどうもありがとうございました。では